何者か。武田軍はかなり押され。早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。まあ敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まれば、ここで雪村を失うわけにはいかない。強斬何を考えているかわからない光景だな。信長は強い力を持ち忠実な部下もいるが、あの調子じゃ信奉者以外はついていけない。対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険だな。引くしかないか。しかし過去の目論み通りよ。おことの軍略参考になるよ。やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。親方様の読み通りだな。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。宿敵共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。安乱軍とやらの最と結束侮りがだし、これ将来的に勝ち目がありそう。伏兵もやっつけたかね。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につく。角殿、これはどういうことです。悪いね光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角殿、互角を。あなたならやってくれると信じていました。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろう、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいのだ。カグの野郎を裏切りやがったか。そりゃ豚の連中を助けねえとまずい。の弟よ、クーズどもが。どこへ行くのかの。もしかしてケマリかの。マロも行くの。信長様、申し訳ございません。俺はカブンか。こっちに来た以上
あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。敵将を討ち取った。信長は仲間ではなかったのか。なぜ裏切った。乱世は打算で渡るもの。状況見て寝返るのは当然のことだろ。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。かけいい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。あなたならやってくれると信じていました。悪すぎたか。じゃあ負けだ。おことの軍略参考になるよ。一緒に楽しみましょう。待ちならば魔王の敵将が叶う相手じゃねえか。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。せいっ口るがいい。あの人がどう出るか見物で。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だが。一体どこに行ったんだろうね。信長。クズどもが。急ぎ雪村を救わねば。殿こそ天下無双ですね。純粋で高潔でそしてお強い。敵を相当する。ため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。これまで聞かせていただきます。三成の息、受け取った。私も負けぬ。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。あの者、世の事情を知るか。いつか吐かせてみせようぞ。信長、逃げられてしまったか。おかげで。よし、よし、成功したな。
皆を変身術でからかうのは面白いな。特にペルセウスに化けた時のあの顔、何度でも試したくなってしまう。他人との修行など俺には必要ない。だが奴らには意味があったか。この両方線の分を肌で感じられただろうからな。友達との旅行めっちゃ楽しかった。今度はどこ行こう。美味しいものも食べたいし、綺麗な